県内の多くの小中学校では今日修了式が行われ、児童たちは1年間を振り返り、新しい学年に向けて胸を弾ませていました。唐津市の大地小学校では今朝修了式が開かれ、1年生から5年生までのおよそ200人が出席しました。1年間よく頑張りました。式では田中久美子校長が代表の生徒に修了証書を手渡し、この1年間の自分の頑張りを振り返って自分自身を褒めてくださいと伝えました。この後子どもたちはそれぞれの教室に戻ると、担任の先生から通知表などを受け取り、1年間を振り返っていました。みんなから頼られる立派な6年生になりたいです。僕は1年生を引っ張れる6年生になりたいです。修了式に臨んだ子どもたちは新しい学年に向けて胸を弾ませていました。